コミネタカオは、日本の編集者、ラジオパーソナリティ、元、週刊プレイボーイ軍事反記者、小説家、映画監督の経験もあり、日本映画監督協会会員。2010年頃より、筑波大学非常勤講師、同大学知的コミュニティ基盤研究センター、客員研究員、同志社大学職宅講師、兵庫県芦屋市出身、東海大学高輪大高校、 東海大学工学部卒業。5歳まで兵庫にいたが、それ以後はずっと東京都在住。大学生時代は、シェイクスピア劇研究会に在籍。大学卒業後は、外資系企業で、コンピュータセールスマンを務めていたが、会社を辞めた後、東京、新宿の店でバーテンダーなどのアルバイトをしていたことがあった。その後、野坂昭雪に出会い、何か、やれと言われたことが、 きっかけとなり、1983年より、雑誌、週刊プレイボーイのフリー編集者となり、名物編集者として有名になる。1984年、第8回日本パロディ展で、パフォーマンス部門に応募、外国人のための日本語リンガフォンで入選。これがきっかけで1985年4月より、日本放送、 オールナイト日本水曜一部のパーソナリティを務めたことで一躍有名になる。またその後1987年10月には同じくオールナイト日本水曜二部のパーソナリティに復帰、オールナイト日本においては異例の一部から二部への帰り咲きを果たす。この頃、拓八郎とテレビ局の楽屋で口論したことがきっかけで拓が小峰の自宅に嫌がらせを繰り返したとして、 民事裁判を起こしている。宅の復讐路線のきっかけでもある。週刊プレイボーイとの契約を解除された後、有刊誌、日刊、アスカの総刊に参加するも、同志の廃刊に伴い、フリーのジャーナリストに転身。週刊プレイボーイの軍事記者として、アフガン戦争、イラク戦争に関する特集取材をこなしてきた経験があり、軍事技術や軍事史に精通しており、 ミリタリー小説の執筆や映画監督など様々な分野で活動する。映画監督のジェームズ・キャメロンのインタビュー集、公開。映画学ジェームズ・キャメロン・トークス・アバウト・フィルム、ジェームズ・キャメロン映画を撮らずにいられないを手掛けるなど、交流がある。また、彼の作品である、ハリウッド映画、ターミネーターに、トゥルーライズには早くで出演している。軍事記者の経験があるため重機。 ミリタリーの知識を活かした者が多い。ありがとうございます。